はい、皆さん、おはこんばんにちは、ウェダントです。ということで、今回も前回の続きということで、このバレットリポートやっていこうかなと思います。前回とはね、ちょっと練習したんですけど、いろんな機能があったことを全く気づかずにやってたため、ボコスコにやられてました。ですね、まぁ、ちょっとそこからちょっと、もう説明していきたいと思います。ですね、あんまいいや。ミスチーかな、これは。ミスティア、倒そうか。はい。ですね。生徒者効果ですね。なんだね、これは。追尾という効果で、ヒョーンって一瞬でこう、相手の近くに移動できます。デビルメイクライディーのトリックスターみたいな能力があるわけですね。で、これをやることによって、なんかこう、超スタイリッシュなアクションができるようになるわけですよ。あと、このダッシュ機能。今頃気づくという。もう一匹のミスティアだ、これは。よっ。よいしょ。なんか、もともと取り目じゃないとか言われてるな。ということで、このね、この、いや、機能、この、追尾機能という素晴らしいものと、あと、もみもみも使えるということで、もみじまで使えてしまうという、なんかもう、お得感満載のやつだったんですね。これに気づかなかった俺は一体何だったんだろうと思ったけど、よっつ。いや、これですごい戦いが快適になる。この迎撃して落とすのこの瞬間、たまらない。うん、たまらん。あれ？し、やられたー！はい、ということで、そんな技術を覚えても、負けるときは負けます。ターゲット30体重撃か。じゃあ、雑魚敵をちょっと、狩ろうか。よし。じゃあ、どっから湧いてくるのかな。わかねえな。ミスティア自体はそんなにね、強くないと思うけどね、雑魚敵がいっぱいいると硬いから苦しい。とりゃあ。これだいぶ遠くまでいける。あれ？なんか全然違うとこ。おりゃあ、この無双ゲーを。うおー、この弾幕量半端ねえ。絶対それさ、うん、やっぱなんでもない。くそー、なんて敵の強さだ。落ち着け俺。落ち着け平常心。よっ。地味に食らうな、本当に。一匹ずつ着実にやっていこうか。よいしょ、ミスチー買って、あれ待って。これなんか、頭に花が生えたっていうから、それをどうにかしようっていう異変だったよね。これ、頭にあれが生えてるのミスチーだけじゃん。よっ。ついでだから、お前らも。あぶれ。うおー、やられたー。
恐ろしい敵だ。なんかあげようかな。ライフ最大値、回復量。最大値をあげよう。そういえば上げていなかった。よし。よし。ちょっとライフ最大値が上がったからな。ちょっと楽になるだろう。あれ。まあ、本当は一番攻撃を食らわないのが一番いいんだけど。お、あんま食らわなかったぞ。ライフが増えたおかげで。どりゃどりゃどせい、まだまだ全然大ちゃん。でもこれもしてくるぞ。どりゃどりゃぬおどりゃあれ届かない。あ、ここからさらに上に上げることができるのか。この野郎、どりゃ、よし、なんとかいった。だいぶ向き、なんも言わなくなってたけど。はたてのミリカズリを獲得、鉛筆を獲得。わーい。これなんだろう。クリティカルと 5% 上昇。はたてのミリカズリ、最大 HP が 10% 増加する。攻撃力が 10% 増加する。今んところライフの声からライフをあげよう。そうしよう。人間を取り目にする能力ってカラス天狗のアヤさんに効くんですかね。さあね。うん、本当もう文字かわいい。このなんかペット用みたいなこれに いなければ。うん。あ、なんか一回戦やってたら時間もちょうどよくなってきたんで。はい、じゃあ一回ここで区切りまーす。はい、ご視聴ありがとうございました。